MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。実は今回の動画急いで撮っているんです。普段ねサーキットなどでこの横模写たくさん走らせてるんですけれども、同じように横模写が好きだという方、興味あるという方、最後までお見逃しのないようにで言いながら、まあ、いきなりなんですけれども、どこで、ラジコン商品お買い求めいただいているでしょうか。ね、私ももう長年ずっとラジコンやってますけれども、基本的にはその走らせているサーキットに併設されているショップで購入するというのが基本です。もうやっぱりね、買ったお店で走らせるっていうのが、まあ、ずっともう子供の頃からそういう風になってます。はい。まあそこにね、ショップオーナーさんがいらっしゃって、そこでいろいろアドバイスをもらって、そのお店のところにあるサーキットで走らせて、でまあ調整してもらったり、壊れた時はパーツ、まああったらそこで出してもらって、でなかったら取り寄せてもらってとかあるじゃないですか。まあそういうところでのまあお付き合いなども含めて、やっぱりね、そのサーキットにあるお店で買うというのが、基本線なんですけれども、まあ、いろんな状況あるじゃないですか。サーキットだけがあってショップがないという、地域の方、そもそもサーキットもそのショップも何もない、自分の家の庭でバギー走らせているとか、近所の公園でラジコン楽しんでいるけれども、買っているのはもう通信販売っていう方も、俺はそれは数多くいらっしゃる。そんなあなたにおすすめしたいのが、私もいつもお世話になっております猿次郎商店フリーダムなんですね。特にまあ横毛の商品に関しては銀が一安いと常日頃豪語してはる、社長ではなく平店員の次郎さん、社長はチャチャです、猫のチャチャですやってるんですけれども、次郎さんがですね、まあ、いつも銀が1ということで安く、商品紹介されてるんですけれども、実はね、これね、昨日の記事になるのかな、トライ横もキャンペーンキット編、まあ、定期的に、されてるんですけれども、今回もスタートということで、実はですね、ちょうど今ねこれ作り始めようとしていたところだったんですよ。スーパードッグファイターこれね、よいしょ、これなかなか商品がなくて、次また4月にね、再生産というか再入荷というような、状況になってるんですけれども、そんな中で私、まあ、手元に一つ届いているので組み立てようということになったんですけれども、実はね、なんとなくこう次郎さんと喋ってる時に、喋ってるというかメッセージやり取りしてたら、スーパードッグあるよって話になったの。で、サイト見たら、まあ、トライキャンペーンやってるじゃないですか。全部見たら、入ってないんですよ、スーパードッグ。入ってないじゃないですか。あ、いけないっていうことで、最新版の記事が更新されています。で、それが、よいしょ。今ね、私も手元のスマホで見てるんで、一緒に見ていくことにしましょう。まあ、皆さんもですね、スマートフォンとかパソコンとかで、開けていただいたら、フリーダムとか猿次郎商店とかで検索していただいたら出てくると思いますけれども、で見ていきますね。これ追加商品追加トライ横もキャンペーンキット編という2月20日の18時17分更新分、私今見ております。でこれを見ていくと、一番肝心な YZ870C 掲載しておりませんでした。これ私が突っ込んだから書いてるんです。いや、まあ、それはええんですけど。で、アイラブ横もしてみませんか、その他アイテムもお買い得ですので、最後まで見てね。見ないあなたは損しちゃいますよ。ということになっております。はい。で、もう真っ先に書いているのが、このスーパードッグファイターのキットなんですけれども、これ、定価69,300円が55,440円、税込み。ということになっております。安い。で、まあ、もろもろと。で、今回ね、横もさんの方からピンク色の、エスプリモーターっていうね、
昔あったエスプリートはまたちょっとタイプ違うんですけれども、ブラシモーターで今時の味付けになっているということで、まあまあもともとね定価も安いんですけれども、さらにそれが安くなって2338円で、まあいろいろもろもろセットで買えばいくらいくら書いてあるのでぜひ見てくださいね。でその他ですね、ちょっとこう下の方にスクロールしていくと BD11、CG シャーシ仕様10分の1ってね出ておりますけれどもね、 BD11 はいはいはい、よいしょよいしょ、ちょっと待って、はい、これ私の BD11 です。BD11 出てまいりました。こんな状態になっております。私の BD11 は TC2 仕様になっておりましてね。はい。元気よくサーキットで走っております。まあ、主に TM サーキットの TC2 クラスで使用しているということなんですけれどもね。はい。まあ、これもですね、あります。さらに、その次見ていくと、オフロード、ハイエース、そうそう、横持ってね、オンロードはもちろんですけれども、オフロードもありまして、スーパーオフロード 2.0、これです。スーパーオフロード 2.0 が、6万280円が特価、4万7500円。3度見ぐらいしてしまう。びっくりします。で、まあなっております。で、マスターオフロード、マスターオフロード持ってない、あったんね、コンプリートに早くもならず土がついてしまいましてで、まあマフラーを、マスターオフロードっていうのは 4WD ですね、四駆のバギーということなんですけれども、次、ちなみにマスターオフロードは10万100円が7万8780円というなはなは言うてもた、でね、次ルーキーオフロード RO1.0、 はい、こちらです、出てきました。これ先日横もチャレンジカップっていうね、マニアリサンデレースが開催された時に使ってたマシン、ルーキーオフロード、まあ、見た感じこのスーパーオフロードと何がちゃうねんというところなんですけれども、まあ、パッと見は同じようなチャーシなんですけれども、裏側にすると分かる、こっちはアルミですけれども、こっちは樹脂ということね、あとまあタイヤが違ったりとか、まあいろいろ細かいところの違いはあるっちゃあるんですけれども、基本は同じということになってますので、ルーキーオフロードで最初始めて、どん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 パーツをオプションに交換していって、先々はこのスーパーオフロードにするという楽しみ方もあれば、もうどうせ行っちゃうんだったら最初から行っちゃえということで、スーパーオフロード 2.0、私的には最高オフロードと呼んでおりますけれども、 SO2.0、 これねおすすめとなっております。いずれも値段こちら書いてますんでね、改めてしっかり見てみてください。まあ、そんなことで SO、RO、それから MO、 3つオフロードバギーですね、紹介しました。でその次に出てくるのが、ルーキースピード RS1.0、ルーキースピード、あれ、ルーキースピードどこ行った、これか、あった、あった、失礼しました、ボディが BD12 ってなってるんで分からなかったんですけど、これ中ある BD じゃない、 RS1.0 です、ルーキースピードです。でこれはスーパー GT 仕様にしておりましてね、2024シリーズのスーパー GT のレースにはこれで挑戦ということで、まあ、今もいくつかオプションが入ってましてね、まあ、それぞれ過去動画でご覧いただければ幸いなんですけれども、こういったいわゆるスーパー GT の主流となっているボディも乗せられるように、ちょっとダンパーステイが低くなっているタイプというようなこともありまして、このカテゴリーでガンガン楽しめるということ、最近ね、ちょっと力を入れているカテゴリーシャーシーでもあります。でまた今後オプション追加予定もあるようですので、さらなるパワーアップが見込まれるということで、いってまうで、しかもこれね値段見て、もともと 28,380 円でしょ、それが 22,000 円、あーびっくりした。さっきね、まあ、BD11 ね、安言うてたじゃないですか、こうハイエンドのBD11 とルーキースピード、基本的にはどっちも 4WD ツーリングカーなんですよ。でこっち TC2 で、こっちスーパー GT、 実は走らしたらねトントンなんですよ。
それぞれカテゴリーの違う車なんですけれども、例えば TM サーキットでの TC2 クラスではこのスーパー GT 車両もそのまま走れるんです。それぐらいガチで競えるぐらいのスピード域、同じなんですね実は。なので値段考えたらこれっしょ今みたいな、まあ、こっちを下げるつもりはないんですけれども、こっちはこっちでもちろんね、あの魅力あるマシンなんで、これもおすすめなんですが、 BD11 ね、これね、かなりやばいです、かなりやばいです。各サーキットでブインブイン走ってますし、あのチーム横物ね、スーパーエースシミケンさんもこれもかなり押してるマシンなんです。これよー走るよー言うて、まあなのでこれね、2万2000円で始められるっていうのは、ちょっとびっくり。ちょっとてか、かなりびっくりです。まあ今、海外製のね、安いツーリングカーっていうのもありますけれども、国産っていうかね、日本のメーカーですから、横もですから、ブランド力ももちろんあります。で、オプションパーツであるとか、アフターサービスであったり、やっぱ国内のメーカーっていうのは小回りが効くんですよね。ということで、もう、かなり押してます。ルーキースピード、いかがでしょうか。だいぶ時間使ってるよ。どんどん行くよ。ということで、もっと下の方に行くと、はい、マスタースピード BD12。BD12。私が今メインで使ってるこれ。はい、BD12 です。同じボディしか出てこないから、何がね、わかりませんけれども、BD12、これカット日仕様です。全日本でいうところのオープンクラス 17.5 ターンのブラシレスモーター。むちゃくちゃ速いですよ。速い。あんまり元気よく喋ってたらスマホのメモリーいっぱいになってしまう。途中で止まってしまう。どこまで喋ったっけ。そう、 BD12 ですね、まあ、これ全日本でいうところのオープンクラス、もう 17.5 ターンフルブースト、めちゃくちゃ速くて、もう私とてもじゃないですけども今使いこなせないので必死のパッチで、修行中なんですけれども、もうそんな、ツーリングカーの最高峰ハイエンド、各メーカーがガチで戦っている最もレベルが高いカテゴリーと言っても過言ではない。まあ、その上にモデファイドクラスありますけどね。モデがあるんですけども。まあ、一般の、人たちで言うともうね、このクラスということになるかと思います。で、私は全日本はね、21.5 ターンの、スポーツクラスの方を挑戦したいと思って今練習中なんですけれども、まあ、とにかくですね、今横ものツーリングカーで一番クラスの高いね、ものになっております。でお値段の方、まあ、いろいろねこれタイプがあって、アルミ車仕様が11万3300円が7万キロ安とか、まあ、いろいろありますんで見ていただければということになっております。その他のね、BD12 というのも、まあ、聞けば問い合わせばあるんじゃないかと思いますので、ただまあ今回のねこのキャンペーンではこのアルミシャーシ仕様が商品としては紹介されているということになります。で下の方に行くと、まあ、スーパードッグがあって、で、スプリモーターが紹介されていて、これで全部終わりかと思ったら違うんですよ。なぜかここでまた出てくるのが BD11 スーパーオフロード、マスターオフロード、ルーキーオフロード、で、ルーキースピード、BD12、BD12、いや、そっか、カーボンシャーシ仕様もある、カーボンシャーシ仕様もあって、アルミシャーシ仕様もあると、それぞれお値段チェックしてみてくださいね。で、これで全部いったかなと思わせておいて、もう少し下の方までスクロールしていくと、はい、まだありますよ。BDFWD、 これ FF クラスの FWD というぐらいですからね、 FWD クラスということになります。これもスーパー GT で使っているシャーシです。去年は4駆だけ挑戦した私ね、スーパー GT 選手権だったんですが、今年は4駆とこの FWD とどちらもエントリー、ダブルエントリーで全国目指したいということで楽しんでおります。操作感というのはもう4駆もこの FWD もそんなに変わんないっていうぐらい、癖がない、まあ昔の FF のような極端なタックインみたいなことは起こりにくくなってますので、非常に扱いやすい車になってて、で、まあ、お値段的にも安いということで、特価が、54,800円、わー安いですね、まあ、そんなことになってますんで、はい、こちらの方、まあ、オプションなどもいろいろありますので合わせてお買い求めいただければなというふうになっております。はあ、駆け足ということで、
まあ、私的にもこうやってね、全部見ていくと MO 以外あるやんっていうような感じですごいことになっておりますけれども、はい、自称中央化ということでね、やっております。でも、まあ、今、ずっと下の方見たら、お問い合わせフォームっていうのがありまして、ここはクリックもしくはタップしていただいて、リンク辿っていただいたらお申し込みとか、いろいろ問い合わせもできます。で、サルジロー77@yahoo.co.jp っていうのが、お申し込みとか問い合わせのメールアドレスにもなっておりますので、まあ、そちらの方で問い合わせていただいてもいいかなというふうに思います。で、最後まで見といてくださいねって言ったのは実はここからです。これはサイトで紹介されている、まあ通常価格といいますかね、サルジロー商店さんが今表に出している値段なんですが、実は前田はお前田を見たよと問い合わせもしくは注文の際に書き記していただいたらさらに値を引くということなんですよ。ただの猫ではないと思っていましたけれども、ただね、もう言っても銀が一安くしてはりますから、もともとギリギリいっぱいの値段でやってはるんですよ。なのでまず、サルジロー商店さんの方にお問い合わせ、前田はお前田に登録していただいている、もしくは今回のこれを見登録していただいた上で、ここ大事なんですよ、登録していただいた上でお問い合わせの時に前田はお前田を見ました、でいいねボタンも押したよ、いいねボタンも押してくださいね、押したよっていう方には今回の、スーパードッグにちなんで111ということで111円値引き111円ってもうそんなんとか言っちゃいますよ。もともと安いですからね。111円。でさらに、キットを2台購入したら、これ全部紹介されてますけど、2台購入でさらに安くってなってるんですけども、そこからさらに500円引いてくれる。2台購入の場合は500円。1台の場合は111円。ワンワンワン。っていうことになってるそうです。ので、ぜひ登録した上で、申し込んでいただきたいと思います。書いていただかないと、前田はお前田を見たよっていうのをとにかく分かるように入れといていただかないと、この500円とかもし111円は適用されないということですので、よろしくお願いします。で、締め切りが3月5日、2024年の3月5日ということになっておりますので、そんなに期間はないっちゃないですけれども、もうこれそんなにたくさん残ってるわけじゃないんで、今だってどこにもないって言ってるところ、うちあるよって言うから、なんであんねんっていうぐらいなんでね。だから値引きせんでもうええんちゃうって私なんか個人的に思うんですけども、それでもやっぱりね、前田はお前田応援してあげ、応援してあげようっていう、次郎さんと、ね、社長ちゃちゃさんの、行為で、こういうふうに、企画立ててくれはりましたので、ぜひですね、もう今これご覧になってるすぐ、もうお問い合わせ、フォームなり、メールアドレスなり、このサイトに出てます、下の方ずっと見ていったら、で、支払い方法がこうなってますとか、細かいこと全部書いてありますので、それ見て、ぜひですね、お申し込みいただきたいと思います。ということで、ちょっと長い動画になってしまいましたけれども、いや、ちょっと自分で紹介しながらドキドキして、俺、MO、どうしようかな。あと MO でコンプリートやなとか思ったりもしてるんですけれども、いやいや、まあということで、もうなくなり次第このキャンペーン終了だと思いますので、もう昨日始まったという状態だったと思うんですけど、今日なんせ今日ツッコミ入れて今日追加ってなってるんで、スーパードッグね。なのでもうぜひ、お問い合わせ、それからお買い求めいただければ思います。ということで、今回緊急公開、これおそらく21日に公開してると思います。今から編集してるするんで今夜ですもうね、ということですので、これご覧になってぜひどうしようかなって思ってらっしゃる方はもうお急ぎください。で、まあいっかって思われてる方、次ないかもよ一緒に横模写で楽しんでみませんかという動画でした。以上、最後までご覧いただきました。